さあそれではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで現在は川滝の根の近くにいますが、さあ今回はここから西の方向というよりかは、あの石像が向いてる方角に向かってちゃんと進んでいこうと思います。前はね、あの地底を侮ってた、未だに侮ってた、もうおごり高ぶっていた、なんかもう地上みたいにどこにでも行けるだろうという、そういうね気持ちがあったんだけど、あれを猛省しまして、ちゃんとガイド通りに行こうと思います。あそこか、うん、ちゃんと明かりとかあって分かりやすく作られてるね。なんでこれを見落としたんだろうって気がするけど、いや多分ね、見つけたとしてもまあなんとかなるだろうと思ってこういうところ進んだと思うんだよ。それをね反省してちゃんと登っていきましょう。ここにある熱気球ってそういうことか。前来た時は松明に目を奪われてなんか違うことやったような気がする。あ、前はこっちに行ったんだっけ。それで道を見失ってしまったんだ。なるほど。うん、ついついね寄り道したくなっちゃうけど、それが罠というか、いろんなねトラブル、アクシデント、そして面白いイベントが起こるっていうのがティアキンだからと何かに言い訳しながら、タイマー爆弾、そういえばね、爆弾盾、ちょっと表示が遅れてますが、盾に爆弾をつけた状態で盾サーフィンすると、ほらすごくないこれ。あ、わあびっくりした。そうはなるか、なるか、うん、やらかした。いろんなものが吹っ飛んでった。うん、あー、うん、まあまあよしよしじゃないけど、何が言いたかったかっていうと、ちょっと今使おうと思ってた肝心の爆弾がなくなっちゃったんで、爆弾花でなんとかなるのかな。爆弾花、はい、よっ、おー、すごい。あと結構縦にダメージが入らないのがすごい。これはさ、結構なんていうか、とっさにジャンプしたい時に便利だよね、こういうちょっと。あ、待って待って、弓、これぐらいの段差があれば当然スロー射撃はできるけど、平らなところでもとっさに大ジャンプでなんとかなる。おー、これはいいかも。うん、なるほどね、意外な感じ。お、まだ生き残りがいた。せっかくだから君を使ってあげよう。そういえばロケットってさ、こうやって置くじゃん、立つんだよねこれ。そうはなるかな、なるかなみたいな感じだけど、先端がね意外としっかりしてるのか分かんないけど、この形状で立つんだから大したもんだなと思った。それはともかく、これ使わなくてもさ、前回作った、マイ・フライング・プラットフォームくんを使えば楽ちんなのでは？これ高さ合わせないと出てこないね。うん。操縦桿も。よし、オッケー、いいよ、真面目にやってるよ。おー、なんか、あ、そっか、さっき使われてたから降下時間短くなってるんだ。へえ、細かい。というわけで、うん、
これは乗っていくべきかな。よし、乗っていこう。まずは、ほい。ちょっと、よし。おー、なんだかファンシー。うん、さらに上。なんかすごくいい感じ。作った甲斐があったかも。こっち。おー、すごく、なんていうか、楽してる。いいのかな、こんなに楽で。あ、根が見える。ちょっと待って、上に行きたい。南ローメイ地下層、何それ。ローメイ、あー、ここか。ローメイ定石、ここはさ、大空もあるし、地底もあるんでね。今回、ローメイシリーズ、地上、空、地底でそれぞれあるんだ。マジか。なるほど。とりあえず。うん。よし。真っ暗で何も見えない。あそこは？ああ、フリーザ・ゲイラと戦ったところかな？お、お？ね、ねかなこれ。ねだね。どういう、あ、そっか、前行けなかったところか。なるほど。さらに上がある。下方向に宝箱。あ、でも。これは天井まで、うん。ということはここに中身がある。中身っていうか空洞が、え、ここに根があるの。獅子つもの根。おー、ここに来たかったんだ。よし。うん。前回はね、ここをこうやってこっちの方に行こうと思ったら、ここに壁みたいのがあって行けなくて、フリザ・ゲイラ、前回っていうか前々回かな？そんなことがあって、モルガナ谷の採掘場、モルダバ谷の採掘場、こんな感じなんだ。なるほど。パーツ置き場が高いところに置いてあるね。何かちょっと気になるところではある。ここも、これは採掘してるボコたちかな？うん。こうしてみると、モルガナ谷の採掘場には近づいてない。お宝あったかもな。うん。ここに根があるから、行ってもいいんだけど、今回は、まず最初にガイド優先で行くか。このローメイ、なんだ？ここなんて言うの？ローメイ。普通にローメイなんだ。南ローメイの地下層。気になるけど。あれどこ行った？あったあった。ここから。でん、あれ、石像ちゃんいた。ここからこう見てて、え、ちょっと待って、もしかしてここなの。うわ、ちょっとパラセール。石像が示してるところはここなの。ギャー、あれ、嘘、今のが空振る。よし、
うん、またこれまた器用に乗ってるね。これあ、よかった。いや、よかったっていうか、ここも気になる。あれ開いてないじゃん。ああ、もしかして地上で何かやらないと開かないのかな。あ、ちょ、間違えた、間違えた、間違えました。こっちに行こう。あれ、なんかあからさまに翼で行ってくださいっていう雰囲気を感じる。うん、風じゃやっつけられないんだよね。よし、じゃあここは泣く泣くちゃんと進むぞ。お、今度は下がっていきますね。怪しげなところはないかな。あれはイーガダン支部かな。イーガダン支部はさすがにちょっと見つけ次第は行きたいところ。よっ、よし、お、武器だこれは。ゲルドのナイフの朽ちてないやつ、すごいじゃん。武器ポーチが優秀なものばっかりだな。王家の両手剣プラス鎧編は置いてっちゃおうかな。いや、ビッグブーメラン置いていけばいいじゃんっていうところはあるかもしれないけど、それはそれ、これはこれ、あ、ここ、まあでもいっか、写真はもう撮ってあるから。よーし、わあ、これはかなり優秀。うん、強い素材をつければもう攻撃力が100を超えることもザラで、ザラっつうかほぼ確実なので、まあ強い素材といってもね、すごく強い素材はそれなりに貴重ですけど、古代の刃とかつけたことないしな。うん、白髪ライネルの才覚とか人格つければかなりいい感じかも。あとは壊れることを前提で、正気の金棒とか正気の剣をつけるといいかも、みたいなね。ライネルの背中に乗るとか、耐久度使わない状態だったら結構気軽に使える。お、あれ、あ、いたいた。正気まみれ。あれ、なんかどこかで見たような、どこだっけ、湿原の前戸で見てた。名前が思い出せない。キュウリみたいな名前の人、ごめんなさい、思い出せない。かかりこ村に行こうと思ってるんだが、あの人に似てる気がする。正気まみれで具合が、ひだまりそう、ください、あげます。お、あ、ありがとう、助かった、ありがとう、本当に助かったよほら、この辺正気まみれでさ、ついうっかり踏んじゃって。正気はちょっとでも触ると正気を失うからね、迂回するか直接触らないようにするしかないね。うん、もし正気にやられたら、地上に出るか、ひだまりそうを使うか。ひだまりそうを使う、あ、料理にしなくてもいいの、あれ。そうなの？最近はでっかい木の光にも効果があるとか言われてるけど、まあそんなの関係ないか。最近は、つまりこのリンクが最近起動してるから、そういうお話が出たのね。まあそんなの関係ないか。お前はここで私にやられるんだからな。恩をあだで返すとはまさにこのこと。しかし有益な情報も教えてもらった。50-50ですね。はい、お命をもらわれたらそれはイーブンじゃないので困ります。ドローン、あ、
あれ無敵だと。よゲルドのナイフはもったいないので、ふう、わあ焼けちゃう焼けちゃう。ちょっと正気に触ってみようかな。うっ、ひだまりそう。食べられないじゃん。なんだ、騙された。なんてこった。素でいけるかと思ったら焼けるのかな。でも焼いちゃったら確かなんか効果がない。あー消えたー。よくも騙した、騙してくれた。己言いがらん。よ、これはまだマークしてない。お、目の前にあるね。あそこでちょっと一休みしておくか。おっと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 、宝箱を感知。マカワシの根。いい感じで進んでる。よし、ひだまりそうは普通に食べることができない。ハーブとか剣草とかコログの葉は食べられるんだよね。うん、というわけで久しぶりに生卵いっちゃおうかな。ふう、よし、さあ周りの様子。パーツ置き場がかなり多い。ここは E 型支部かな。空を飛んでる奴らがいないな。あれ？再設定？よし、そういえばこれ開けようと思ったことないかも。おお、何の反応もない。どこにいるのかな。なんか怪しい浮遊石が置かれてる。うん、よっ、うん、浮遊石って呼んでるけど浮遊石って呼んだ方がいいのかな。まあいいか、わかるだろうから。封印してるやつは誰だ、どこにいるのか。あ、へえ、やったわ。よし、天井から伸びる巨大な根のうち光る核のようなものがある根が存在する。これまで主に目印として活用していたが、どうもそれ以外に用途がありそうだ。核から漏れ出す光に正気で失われた生気を癒す効果があるのではと言われているのだ。確かに近づいてみると地上に出た時のように不思議と体が癒される心地がするらしい。しかしいかんせん光は微量で不十分だ。効果を引き出せないか調査継続されるそうだ。もしこれがうまくいけば日だまり草ともおさらばできるかもしれない。あれは美味しくないのかな。甲賀様に栄光あれ。うん、日だまり草あんまり人気ないっぽい書かれ方してるね。うん、これ本来だったらあれか、下からトラップをかいくぐって登ってくるとかそういうやつなのか。それはそれとして先にお宝もらっちゃおうかな。うん、
こういう飛行機見るとついつい使いたくなっちゃう誘惑に駆られるけど。マイフライングプラットフォームくんが愛しいのであえて我慢。よし、さあ今回は戦闘ギア光線。うん、一旦これは下ろしてよっ。何だだだだだだだ、ちょっと待って、何あのスピード、索敵スピード、びっくりする、痛い。しかも結構なんていうか、強い。まさかのなんか適当にもらったものが役に立つ。止まれ。ふう、戦闘ギア。あー、これはさっき落としたやつか。ちょ見事になんか同じ場所に当たってるな。これは何なんでしょう。あれ、こうか。これどうやって空中に浮かせた状態で掴みっぱなしなきゃダメじゃん。これ言い方も大変だな。いわば見張り台みたいなものかな、これ。起き上がりこぼしとゴーレムの頭と、あとは攻撃するための頭。なるほど、これが戦闘ギア光線ってことか。あ、起動中のやつは作り直せないんだ。あれ、あ、そっか、イーガダンが作ったやつだから。そっかそっか、ブループリントとかウルトラハント使えないのか。一応光線頭あったんだね。これにくっついてたのかな。まあいいか。ほう、あー、高さはどれぐらい反応するだろう。起き上がりこぼしだから横には回るけど上下には無理なんだ。なるほど。おー、理解した。いいね。というわけで、なるほど、こういう使い方もある、勉強なる。よし、これは撃たれちゃうかな。少ないパーツでこうやって構成したから細い通路とかも歩けるというか、歩けるはおかしいか、通れるからすごく便利。よし、さ、石像をもう一回追いかけていきましょう。で、あー、高度は上がりっぱなしになっちゃうかな。あ、そうだね、たまには下がらないと。おー、根がいっぱいある。一旦ここはここでいいよ。よし、なあ、これはなんか葉に阻まれている。だよね、遠目にあるように見えるけど、ちょうど、しょうがない、できないものはしょうがない。よし、
これを下ろしまして、うん、ちゃんと当たったかな。ん、なんかちょっと違和感があるけど、まあ一応どうかな、大丈夫かな、これ怪しいな。これは確実っていうか、ここをまずこうかな。あ、ちょっと違う、スタンプ、うーん、こう、これはこうかな。よし、もう一回だけ打ち込むか。場所違うちゃんと確かめてよかった。うん、こんな感じ。よし、で石像はこちらを向いている。おお、手に持つ、ほい、いて、どどお、今これを撃とうと思ったのに。ふう、石ころ投げられるのが結構辛い、見えない。うん、しょうがない、次の根に向かうか。これさあ、スタミナも使わないで結構なスピードで動けるからめちゃめちゃ便利。あー、デグガーマさん、しょうがない、壊されないようにこの辺に置いといて。どうも。うわー、ちょ待って、で、あー、ふう、さ、じゃあよし、とりあえずバンバンやっつけよう。あ、食べてる最中に、よし、もう一回、あー、痛い、食らえ。よーし、タイミング悪かったな。欲張ったっていうのが正しいかな、今のは。オッケー。というわけで、ここにはデグガーマさん、ユンポーと言いたいところだが、ここはしっかり、あれ、あったあった、よし、ふん、リンクってさ、はあはあぜいぜい言ってる割には普通にこういうものをブンブン振り回してスタミナが回復していくんだから、もう人間やめてるところもあるよね。本当はダッシュ中になんかスタミナが回復してもおかしくないのではとか言って思うぐらいだけど、それはそれ、これはこれ。よし、わ、かわいそうに。ん、あれは、あ、マークされてる一応。うん、ここまではさすがにいかないかな。よし、あ、さっきマークしたやつか。方向感覚わからなくなるな。あそこ、ん？ここは行ってないね。近いな。どうしようかな。悩みどころだ。とりあえず次の根に行って考えるか。回復しないと。なんか地底の移動がさ、急にすごく
快適になっちゃったんで、頑張りゲージとか全然気にしなくて済むし。おお、高い。これ上見とかないといけない。ぶわーぶつかるハンドルをっていう状態。あ、でもちょうど石像が向かってる方向だった。馬乳の根。よし、じゃあ回復もしておこうかな。リンゴ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 。ふう。ユンポーがちょっと邪魔意外とちゃんと判定あるんだよね。というわけで、まあイーガ男子部っぽいところ、うん、他に気になるところはないかな。マップで見る限りは大丈夫そうかな。うん、パーツ置き場、採掘してるボコたち。おお、グランポ。これはもう頭が当たりそう。わあ、ここだ。よし、俺は難しい。背後から撃ちたい。ん？なんだ俺。面白い。えい。背後から撃ちたいと言ったな。あれは嘘だ。よし。お、ね、根がある。あ、待って、この根は、さっきやったやつだね。そうだね。よし。お、いっぱいある。正気に関して判明している以下の項目に注意されたし。1、正気はいかなる手段でも打ち消せない。電気、火、霊気、これらを用いても効果はない。触れた正気は正気を吸い取る。足元に十分注意し接触を避けること。失った正気を癒す術は2つのみ。1つ、日だまり層によって癒すべし。2つ、地上に出るべし。最近はこれに加え、天井から伸びる根の光にも正気を癒す効果が期待されている。ただし現状は光量が極めて微弱であるため、なんとか十分な回復効果が得られないか検討中だ。うん、さっき似たような話も聞いたけど、もしかしてなんか鏡って前手に入れたじゃん、ゾナウギアで。これか、光を集めて反射するゾナウギア。うん、これで、いや意味ないかな。どうかな、根のところに持って行ってちょっと確かめてみようかな。これは鉄板と、うん、なんだっけこれ名前、雷竜の頭を活用してるのかな。なるほど、高圧電流流してるってことか。あばばばば、なるほど、面白い。イーガ団の皆さん、なんかこう結構いろんなアイディア使うよね。てか鉄板、そっか、これもブループリントで出せばいいのか。ほー、うん、これで敵との戦闘中触ってくれるのかな。なるほど、ドミノ倒しみたいになった。ほー、そっか、鉄板こうやって敷いとくだけでもいいのか。壁にする必要がないぐらいじゃん。
自分が踏まなければいいんだから。うん、これをさ、なんかいろいろここでブイブイ言わせてるってのはどうなの、よく考えたら無駄じゃない。おお、あばばばばばばば、これ鉄板だったんだ、よく見たらそうかも、材質が。うん、というわけで痛い目見ちゃいましたけど、ふう、あ、忘れてた、ん、ここかな。よし、お楽しみの設計図。戦闘ギア、門、門、おお、お、もう作れる？いや、なんか足りなくない？ちっちゃい鉄板が4つ使われてる。うん、かなり回転する速度遅いのは、あ、引っかかってるせいかないな。これゾナニウム使ってまでも今これを作りたいかって言われたらそこまででもない。うん、ほう、雷竜の頭が下に向かっている。これでも一応電気通るのかな。しょうがない、作ってみるか。おお、おお、ちょ待って危ない。うん、なるほど、当然痛い。俺はわからん、敵と戦う時にこれを置いてどういう効果があるんだ、ここで待ち受けるってこと。なるほど、うん、わかるようなわからないような、ちょっと不思議な感じ。うん、よし、じゃあここは OK かな。というわけで卵でも食べて、よっ。さあ次は一旦根の方に戻ってこっちに行くか、ここをこうやって行くか。うん、確かこの上が眺望台だよね。眺望台は見ておきたいな。というわけでこっちから行こう。眺望台といっても通れる風エレベーターがないといけないんだけど、高くてよくわかんないけど、これさ、歩きで行くと思ったら大変だよね。あらゆる高低差を無視して空中でまっすぐ進む、これが一番早い。あの根はチェックしてあるかな。空中でとっさにっていうのがちょっとできないのが難点だ。操作しながら片手でプルアパッド操作というわけにいかないのかな。これはマークしてないね。うん、とりあえずマップ情報。あ、あんなとこにちっちゃーくあるね。いいよ、違う、間違えた。
ここを。神から角根。お、なんか怪しいところがあるぞ。でも見た感じは上へと上がれるところじゃないな。地上から行くしかないのかな。でもここはかなり気になるな。ちょっとずらしておいとこ。ここも当然気になるけど、まあ一応置いとくか。よし。こういうところさ、毎回毎回ぼっくりジャンプとかで飛んでたけど、急になんていうかもう快適そのものな移動能力作ってよかった。これたまーにね、自力で登りたいって思った時にはそれはそれでって感じで楽しめばいいし。なんだあれ、空中にあるぞ。いや、地上から、地底から生えてるのか。気になります。あ、ここは精錬ゴーレムさんがいるところだ。先に根だな。カラカラ廃校、ちゃんとゴーレムもいる。タタヤマの根。よし。とりあえずもらっとこうかな。なんかちょっと罠っぽい感で置いてあるけど。採掘のマスク。暗闇の中で作業する際に用いたと言われているマスク取り付けランプは、あ、続いてたか。用いたと言われているマスク取り付けられたランプは発光物質が詰められており、周囲を淡く照らしてくれる。わあ。なるほど。やっぱりこういうところはね、埃とか出るからと思ったけど、あんまり密閉性がなさそうだね。ででん、ででん。おー、こんな感じ。面白い。なんかスカイウォードに出てきたモルセゴさんっていうちょっと悪魔っぽい人を思い出すけど、あの上のね、飾りのあたりが。よし。ああ、ちゃんと後頭部にもついてた、気づかなかった。すごい、鎖じゃらじゃら。よくよく考えたら、なんで鎖が必要なんだと思うが。おはようございます。ようこそいらっしゃいました、主様。ここはかつてゾナニウムが多く掘れ、精錬が盛んだった場所です。私は採掘道具の設計図の管理をしています。おや、まだお持ちでない設計図の石板を確認。はーい。通り抜け足場、まさかの。ブループリントを試すのに必要なパーツもご用意いたしましょう。トーレルーフで上へと上がれるやつ。はい。通り抜け足場、意外と高いぬ。逆に作れないんだが。
あれ？わあ、ようやく反応した。ちょ引っかかって作れないんだけど。ちょー、まあいいや。な、雰囲気的にここに作れってことなんでしょうね、これね。いや、登らなくなった。うん、確かにこういうのあると便利。あれ、まあいいや。よし、オッケー。まだあるっぽい。ん？お、あれ、ちょっと待って。あー、こっちか。なるほど。まあ、あっちはちょっと後にしておこうかな。うん、確かにそのあのフライングプラットフォームくんはね、空飛べるけど、天井があるところはどうしようもないところがあるから、こういう足場があると通れルーフできていいよね。うん、なるほどな。よし。一応もらっておこうかな。お、何かある。あー、でもデグポーっぽいな。お、ちょっとだけこぼれてるゾナニウム。うん、よし。あれ、あったあった。よし、これ一個だけか。おっと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 、待って待って、素で置いてある結晶。ここからもくもくと立ち上ってる煙とかにあるの、これ。だんだんあのそのゾナニウム的なものが精錬される過程で、煙の中にわずかに含まれるなんとかが結晶化されて、ああなってるの。さっきの通り抜け足場、これ普通に作れないのがちょっと困りものだな。うん、こう。あれ、いや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 、待って。うわー、怖い、危ない。セーフ。勝手になんでそんな作るのやめたの、びっくりする。ふう、なるほど。こんな感じ？あれ、届かないんだけど、この流れでここでやるんじゃないの？あー、ギリ届かない。この裏側に置いてあるから、ここで使うかと思うじゃん。こっちだったの？でもこれだとちょっと高さが合わないっていうか、なんかちょっと不思議な感じっていうか。こう、ん？あれ、ぴったり、あ、ぴったり行くか。うん、行くか。いける？これ違うか。でもこれねえ、横にできないしね。ここが限界。
いやー、なんか届きそうで届かないのがじゃあなんでここに置いてあったんだよみたいな、もうちょっとだけ足場を足せばいけるじゃろみたいな、そういうことでしょうか。というわけで起きてください、仕事の時間です。はい、続きをどうぞ。はい、ご苦労様です。じゃあこれください。うん、昔は大きなゾナニウムでゾナエネルギーの大結晶をもらってたんだけど、服の強化に使うからな。よし、じゃあ次行きましょう。こっちかな。だんだんようやくというかゲルド地方に行ってる気がするね。待てよ、ちょっと待って、宝箱は東の方だけだよね。うん、けったいな格好をした男が空を飛んでいる。うん、ああいうところはまた後で。ん？なんか大物がいるっぽいぞ。宝箱もある、なんだ。ちょユンボあ、そっか、飛ばなくていいのか。ついついパラセールで脱出しようと思っちゃうけど、岩ロックだよな。うん、一人寂しそう。こっちは、ちょっと待って、意外と白銀が多いな。あら、やばい。まあ戦闘が始まった以上はやるしかない。これかな、こっちがいいか。硬っ。よし、このゲーム一応ラッシュ攻撃後にはすぐ敵を攻撃してこないのはいいよね。槍持ってるとほとんどなんか月しかやってこないな。よし、いいぞ。違う、オッケー。さあ次は王家の槍か王家の両手剣か、これがいいか。でーん、いいぞ。追い打ち、あー、ちょっと待って、危な。ふう、そいや、おお、近い。よーし、ふう、お、じゃあちょっくら採掘と行きたいところだが、宝箱だけもらってさっさと次に行くか。どこかな、ここか。よし、よし、でーん、
うお、対空力、対空力すごい。いってて、ちょっと待って。ちょっと待って、このヒホロック強いんだけど。あの上の方に投げるのとノールックで自分の後ろ方向に投げてくる強ない？驚いたんだけど。しかも腰についてるからちょっと戦いづらい。この生えてるのは草だね。これ聞いてほしいよな。槍が必要だな。これにこう、よし、うわー狙いづらい。いて、しまった。なんかあのイワロック強くないか。くー、戦いづらいぞ。ちょうどその腰の部分を狙いやすいところに誘導しないと。この辺りならいけるかな。よし、 OK。 ふう、いやいやいや、イワロックって大して強くないと思ってたけど、あれだけ正確に投げてきたらなかなか恐ろしいな。うん、イワロックの心眼は特に必要ではないけど。よし、お、かわいい。一旦根に向かわないと。てい、よし、じゃあここは討伐。ちょっと気になるポイント、うん、お、新しいね、発見。さらにまた精錬所。うん、これは一旦手放して、ここか。グランポーが多いな。ゲルド廃校、すごくなんていうかイベント始まっちゃうかもかん。でも他の雑魚がいるから大丈夫だな。うん、やあ、空中戦だ。ここで矢が取り出せればな。しょうがないから、あれ、ユンボー、ユンボーが来ないんだけど。ユンボー、ユンボーに期待してるんだけど。ちょ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 しょうがないな、ユンボーは。もう自分でやる。あの、今さら来たって、全然ダメ。てい、よし、まだいたか。これはダメか。意外とやるじゃない。くー、なかなか正確な射撃。ちょ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 いて、あや、な、な、登れる、登れる、やりたい。うおー確かめてみたかったけど、登れるってことだけは分かった。ここかな、この辺りか。これはやむを得ない。うおー、ここで止まる。あはー、無理。なんでじゃ、こういうことやってるからまた時間を食ってしまうのじゃ。
ー惜しいなんかあそっか本人がいるところはダメなんだ。そっかそっか。よーし痛い悔しいよし来たー。どうもリンクです。あちゃんと驚く。ふうめちゃめちゃ時間かかった。でもなんとか頑張った。というわけで、実に楽しい無駄な時間を過ごしたところで、この辺りは浮遊石とかバネ、あとは扇風機、ロケット、いろんなパーツが置いてあるね。お、大金だ。グランポあるけど、まずは根っかな。お、高いところにある。ゴニタヨソリ、違う、ゴニタヨリソの根。よし、じゃあ鏡出してみようかな。おお、なくなったわ。なるほどね。これってすごくなんていうか距離が届くわけではないのかな。当然リンクが離れてしまうと消えちゃうよね。うん、活用方法がちょっとまだわからないんだよな。先に精錬所もチェック。グランポ、お、石像も発見。結構なんていうか闇雲に空中を飛んできたけど、最終的にはちゃんとガイドに沿う形になった。これはラッキー。うん、さっき、あ、なるほど、体が傾いてるとジャンプできないんだ。なるほど。眩しい、自分が眩しい。腹が減った。急な人員補充で拠点内のバナナが枯渇したのだ。地底は完全な不毛地帯、食えそうなものは全くない。そのため食材や料理を十分に持ち込むことが鉄則中の鉄則なのに、新人め、目を離した隙にありったけのバナナを食い尽くしやがって。これはひどい。今度からはこっそり予備バナナを懐に忍ばせておくか。予備バナナ、匂いでバレそう。甲賀様に栄光あれ。うん、大変だね。バナナとかってあんまり日持ちしなさそうなんだけど、干しバナナとかにできないのかな。ありますよね、そういうバナナチップみたいなやつ。あれだったら多少は持ちそうだけど。
日だまり層しかない。バナナが枯渇している。これは由々しき問題。なんだ、リンゴあるじゃん。バナ、はい、というわけで時間も時間ですし、今のは見なかったことにして、まさかだな。そんなに来たっけ、もう。あ、来てるかも、結構。ちょっと待って、冒険手帳。甲賀様の陰謀。あー、すごい近い。まさかの。冒険手帳で、このガイドつけてない状態だと、こういう、なんていうか、驚きも楽しめる。なるほど。というわけで、先に君を起動してみよっかな。不穏な空気で、あっちゃ、あ、起動できない。へえ、なるほど。甲賀様取れる。話しかければいいのかな。動かないじゃないかみたいな、あの音、キュイッキュイッとか言って。かわいい。おかしいなーとか言って、お腹のプルプル具合、お腹じゃなかった、お腹じゃないけど、なんだそのベルト部分。うん、わあ、うん、個人的には結構左のなんていうか、ウィーみたいな感じの甲賀様なかなか好きなんだけどな。じゃあ今のままで、うん、写し絵は思い出にとっとこう。はい、というわけでなんとかたどり着けましたね。よし、そして今回は採掘の服のセットが揃いました。よかったよかった。これもみんな、俺のフライングプラットフォームくん、君のおかげ。これほんと便利だな。あ、スペアバッテリーも置いてある。うん、待って、新人ってもしかして甲賀様じゃないだろうな。バナナ食べすぎたみたいな、さすがにあの総長だからみんなには分かってもらえてると思うから、それはないか、さすがに。うん、はい、いや甲賀様のことだからやりかねないんだけどさ。というわけで、今回は川滝の根から始まって浪名遺跡を見つけたり、怪しげなところがまだ残ってたり、うん、でも根をいっぱい光らせることができたんで無事たどり着けました。よかった。というわけで、じゃあ今回はね、もう時間も時間ですし、ここで一旦区切っておいて、次回は甲賀様に話しかけてみようかなと思います。じゃあまた次回よろしくお願いいたします。